はい、おはようございます。朝の何時頃に起きたかな、何度か2時間おきにとか1時間おきに起きて、サクッと朝無印のねミニパスタを食べて、今コーヒーブレイク中。今9時ぐらいだと思います。いやー、ちょっとね、ここまで動画を撮らないキャンプは初めてですね。動画撮るキャンプしかしたことがないから、まあ、これはこれで楽しいかなっていう感じがしますね。ただやっぱりね、こう自分の知識のなさとかね、なんて言うんだろう、経験不足により結構てんやわんやなキャンプをしてます。ちょっとまたちょっとねスキルアップした気がするよね。あれしてない？めっちゃ笑顔だしなんで楽しくないですか？ワクワクしてるし、楽しかった。結局ね、なんやかんやこうロープワークしてね、タープの畳を取ったりとか、風をこうね、意識したりとか、現場でこう臨機応変に対応できるようになったなって思って、神津島行った時に、風がねすごくてテントが立てられなかった時があったんだけど、なんか今ならなんかなんとかできるんじゃないかなって思います。まあ、こうやって少しずつねこうスキルアップしていくんだろうなと。でもね、この南乗鞍キャンプ場はキャンパーさんのマナーがすごくいい気がする。大声で叫んだりももちろんしないし、そのシンク周りを見ても綺麗だし、サイトを見てもやっぱり直火禁止なだけあって非常に綺麗に保たれてるし、ここ最近その道志の村が直火禁止になっちゃったし、僕がね神津に行った時のその無料キャンプ場沢尻キャンプ場と、あともう一つが無料キャンプ場が今年で閉鎖。このキャンプブームでキャンパーが増えたことによって無料だったキャンプ場が、そうでなくなってしまったっていうことが残念すぎるよね。そうだね。でさ、じゃあそれをどう改善するのかって考えると、もちろんキャンプ場としては直火禁止とかマナーをね厳しくして、まあ、無料キャンプ場はなくすとかっていう方法だと思うんだけど、キャンパー人がね、マナーを守ってない人に対してちょっとってなかなか言いづらいと思う。こっちもキャンプ楽しんできてるし、向こうも楽しんできてて、まあ、その悪気があって言ってる人もいないと思うんだよね。意識の欠落だと思うから。でその人に対してこういうふうに注意することによって、お互いがこう険悪なムードになって、ちょっと何なのみたいな感じになる場合もある。で僕のその知り合いのダイビングインストラクターの人がサーフィン休みの日にやってて、近くに遊びに行ってた家族たちがいて、その家族のお父さんが目の前の川を海に通してきたなんて、でカチンってきたらしくて、その家族に言いに行こうと思ったんだけど、最終的には結局言いに行けなかったみたいなのね。そのせっかく家族で遊びに来てる旅行なのに、自分が注意したことによって、ね、変な雰囲気になってしまうっていうのもあるし、やっぱりトラブルになってしまうかもしれないしっていうのがあって言えなくて、で結局、その10倍以上のゴミを拾って帰ってきた、悔しかったからって言ってて、あ、多分キャンパーもそうなんじゃないかなと思って、あっって思うこともあると思うの。その焚き火のマナーとかね、炭が残ってるとか、不始末を
処理していくことによってどんどん気になってくると思うんだよね。でそれを見ていくと、あ、やべえやべえって思う人もいるだろうし、あとは隣のキャンパーさんとかに声をかけるこんにちはとかおはようございますとかっていうと喋るとけどそこで知り合いになるわけじゃん。そうするとその横で下手なキャンプでできないと思うんだよね。っていうコミュニケーションが生まれたら多分そこでゴミを捨てて帰る人いないと思うから多分ね中にはいるかもしれないけど、だから隣人キャンパーとのコミュニケーションと来た時に自分がより綺麗にして帰っていくのが、うん、今できることかなって思いました。考えてみました。ではこの動画もこの辺で、またね、バイバイ。